はい、じゃあパワープロ2024オーペナー続きやっていきます。オープン戦、11年目のシーズンからですね。はい、まあ、早速オープン戦、そして WBC か、すっ飛ばします。まあ今シーズンはついにね、昨シーズン最下位脱出したんで、そっからのね巻き返し、いやできれば A クラス、まあいけるかちょっと微妙だとは思うけど、予想はまた5位だと思うんすよ。最下位だけはやめたい。うん、最下位返り咲きなんてしたくないから、まあ5位以上であればまあいいかなっていう感覚でやっていこうかなと。あわよくば A クラス。はい、そしたらまず開幕1軍、ピッチャーから決めました。まあ開幕投手は蛭田でいいでしょう。そっから塩崎、越野、馬場、それから長岡、北沢と、いう先発布陣。まあ、時点で言うと、このショーツ、小松原だったり、まあ、米川っていうところも入ってくるかな。うん。で、中継ぎが、スカワ、中継ぎエースとして使って、小瀬村、同じくですね。で、若手で言うと、室井、それから、森笠は23、まだ若いね。で、倉持も、中継ぎでしっかりいい活躍、昨シーズンしたんで、まあ、金井も含めて、この辺を使っていこうと。で、抑えは森口にします。はい、で野手の方を決めていきましょうか。はい、野手1軍、スタメン含めて決めましたと。まず1番に中郷。はい、まあ、プレッシャーランかく乱があるんで、まあ、1番に添えてます。で2番に加納、まあ、チャンス F なんで3番からは1回外しましたと。で、まあ、バント丸もあるんでね。で牧谷を3番に置いてます。そして4番に森越、5番に日比野、それから6番に曽我部セカンドで、7番に DH で西口、ドラフト1位を使います。で8番に相馬、9番に竹谷、キャッチャー B なんでね、さすがに竹谷かなと。で他として、控えが松木だったり、まあ、笹山肩 C になってるとか、もう笹森とか、入れてますという感じですかね。じゃあ行きましょうか。はい、開幕、あ、ちょっと待ってよ、勝利の方程式決めてなかったんですけど、まあこの形にしましょうか。ようやく形になってきたかなっていうのは思うので、はい、一応投手起用法の方もこんな感じで決めておきましたと。じゃあ行きましょうか。はい、開幕投手は蛭田で、まあ曽我部が調子あんま良くないけど、まあいいでしょう。本当は吉見とか使ってもいいかもだけど、一旦はベストオーダーの方で。で誰を見るかっていうと、まあまずは西口を見ようか。ドラフト1位、どんなもんのバッティングを見せてくれるか。でバッティングフォーム設定してないんですけど、まあ、来年以降でいいかな。よーし、本拠地から始まる最下位脱出を初めてした後の次のシーズンと、いうところの開幕戦、オリックス戦です。まあ2失点から入りましたけども、西口、おお、広角打法はちゃんとありそうだな。うん、なんか右バッターが多い気はするけど、デフォルトはすごいシンプルなフォームだな。さあどうだ、ここはレフトフライ、逆方向へのバッティングをどれぐらい見せてくれるかっていうのが、まあ一個ポイントとなってくるかな。さあ蛭田は4失点、まあまあまあ4失点もするでしょう。ただそこから立て直して4失点以内であれば、まだまだチャンスが来ると思うんで。
ストレートはもう、さあよく見てるよ。平行カウントから、ここはショート、いやサードゴロ。あーちょっと打たれたな。さあ西口の第3打席、ここでプロ初ヒットが出ない。惜しいな。まあいいバッティングではあるんだけどな。お、最後2点取り返すチャンスで西口、どうだ、チャンスでのバッティング、プロ初ヒットが出るかどうか。ミート的にはまあ D なのかな、 E ではなさそう、 D はさすがにあると思う。お、この逆方向伸びるよ、広角打法が生きて、いいね、オッケーオッケーオッケー。ここで2点返したルーキー、ただここで抑えられて負けか。まあ開幕戦は負けましたが、はい、じゃあいつものようにもうちょっとだけ進めようか。ちなみに何日で帰ってくるんだっけ、52日、結構あるな。多分交流戦3連敗、開幕3連敗、4連敗、5連敗、6連敗、開幕7連敗スタートか。なんか先発投手が軒並み良くないな。なるほど。まあ、ちょっとここは我慢かな。我慢する、我慢する。あ、倉持大幅成長した。今よく見逃さなかったけど、倉持。おお、強くなってる。いや、これはもう普通にさ、中継ぎエース級だよね。うん、中継ぎは調子良さそうだな。いや、絶対上がってくると思うんで、こっから。一旦野手の方だけ確認するけど、いや松木使ってあげてえなー。中郷3割、お、西口も3割打ってる、パワーが上がってきたね。これうまくいけばパワー A まであるな。で、まあ、20日ぐらいまで進めて、やっぱりこれ先発が終わっとる気がするな。さあ3連勝きた。いや、そんなに心配してないんだよな、実際。もう、弱いチームからはね、脱却、一時的、まあ、一時的っていうか、してると思ってるんで、うん、中郷3割、お、西口が2本目のホームラン。いいんじゃない？さあ、先発陣が問題になってくると、思うんだけど、まあちょっと頭二人を、変えてみようか。星野もなんかうまくいってない感じがあるな。かといってこの前とか出しても、あんまり期待できないけどね。はい、この西口がね、ホームラン3本でパワーが上がってくることがあるんだったら、ワンチャンス西口パワー A が、見えてくるんではないかというところだね。はい、じゃあもうちょっとだけ進めるか。さあ引き分け、小瀬村森越、まあ 9.5 ゲーム差ではあるけど、さあ特殊能力を何個か覚えているので、まあ、北にいいな。特能もう一個ぐらい行くか。ああ、でも対左しかないのか。じゃあ、もう、一旦は守備練させといて、まあ、パワー練でもいいけどな。長岡県政丸。最初から覚えてたっけな。玉持ち丸にしよう。北沢は、ああ、なんもないか。じゃあまあ変化球でいっかな。
はい、まあ海外留学帰ってくるまではちょっと我慢の展開になるかもだけど、ここは耐えたいね。さあ5月の頭、月間 MVP は、楽天投手陣が素晴らしい活躍をしていると。はい、ちょっとじゃあこれ見る感じ、西口のホームラン3本で上がってる。これはね、来るよ西口、パワー A まで。なので、いや打線は全然悪くないな。ちょっとソガベがもったいないかなっていうぐらいで、だって1番が2割7分、2番が2割9分9厘、3番が2割8分1厘、4番が2割5分2本。ちょっとホームラン少ない気はするな。相馬あげようか。相馬1番に置いて、中郷3番でもいいかもだけど、まあ、そこはいっか。うん。で、ソガベを、一旦変えて、わあ、まあ笹森でいくか。笹森8番に、置きます。で、気になるのが先発投手陣、まあそこがハマってくれれば全然もう問題はないから、まあ木村とか出すか。うん、長岡が調子良くて、まああとは我慢の展開かな。中継ぎで勝ってるっていう感じするわ、なんとなく。倉持が調子悪いんで、原田と一回か、まあ海老沢行ってもいいか。室井くんちょっと疲れてるんで、で笹森とこの岡山を変えて、まあ金井も一回変えるか。うん、福留とか頑張ってるんで、そうね、古瀬村スカーももう素晴らしい成績を残してくれてるんで、はい、じゃあ引き続き、まあちょっと、そうな、もうちょっと勝てると、まあ今最下位ではあるけど、そんな言うても離されてないんで、まあ結局そうか、日ハム、ソフトバンクっていうところがターゲットにはなってくるかな。もうちょっと引き離されないようにしたいんだよな。あ、あと広上がこれ30安打で上がるかどうかだけ見るわ。じゃあ50安打か。これね、これ上がってくるんだったら全然なんか変わってくると思うんで、一回西口と変えます。で、ピッチャーがちょっと良くなる傾向にありそうなので、まあ、長岡一回変えても、そうね、米川がノリノリであれば、まあ、あとショーツとか使ってみるか。せっかくならね。はい、じゃあ、あ、そういえば帰ってくるんだっけ。あと7日。あ、じゃあもうほんと交流戦からだな。広上ノリノリ来たよ。森越100号、そして最下位は脱出している。溝口守備の急成長。お、なるほど。さあ三石が、コントロール C、 スタミナ B、 いいね。あ、いいね。チェンジアップ5、球速もしっかり上がって、溝口はバッバッティングがまあまあまあ、そうね、そんなもんだろうなと思った。はい、まあだから溝口のところをどうするかだよね。まあ今広、お、これは上がったこれちょっと待って、
これね、DH で使ってもいいかもしれん。これ来るよ。ヒロカミの時代が来るかもしれない。はい、溝口が、ま、この能力なんで、で、守備の急成長ってなってるでしょ？まあ、一軍でもちろん使うんだけど、はい、三石が帰ってきてるんで、三石使います。馬場と一旦交代かな？まあ、あとは、ヒルタが調子悪そうなんで、変えておきましょうか。まあ、DH っていうのを考えると、溝口なぁ。ただ、中郷も、牧谷も、日比野も一定の成績残してるんで、これは控えだな。うん。いや、打線はね、めちゃくちゃ進化してるから。C っていうならここ、セカンドの位置。ここが空いているかもだな。うん、まあでも、溝口は全然チャンスあると思う。まあ守備の急成長って言ってるんで、守備力を上げてみるか。で、せっかくなら広上2番に置いて、バント職人の意地っていうのを見せてもらおうか。で、3番可能で、みたいな。そういうイメージでいこうかな。よし、じゃあ交流戦。交流戦の開幕だけ見る？あ、ちょうど三石が先発だ。え、じゃあ、広上見るか。さあ、交流戦開幕も、自球場、ホームでの開幕戦と。そして、横浜戦ですが、初回なんとか抑えてくれたね。そして広上。あー、やっぱノリノリのやつ使ってくるね、コンピューターも。そしてこのいい角度で上がっているけどファール。いや、ワンチャン、そう、ホームランでもパワー上がるんで、本当に、ま、バント職人って書いてはあるけど、本当にあの打撃職人になれるようなね。さあ、ここ一人置いて広上、第2打席打った、きたー、ホームラン出た。このノリノリ状態から広上がここぞとばかりに打ってくれた。いいよいいよ。さあ、この広上を使っていくあたりね、やっぱり育成をしながら、いい順位を狙っていくと。まあそういうことをやっぱりやっていかないと、どんどん高齢化してしまうんで、成績成績ばっかりを追っていくと。まあ、ここは見逃し。いや、三石がめちゃくちゃいい抑え方してない？これ。そして相手の小園はずっと投げとるな。ここは詰まらされたか。うん。まあまあまあ。抑えている。抑えている。1点取られたけど、8回1失点。素晴らしい。これは素晴らしいわ。カノが第5号。いや、いいよ。で、これで広上の、パワーが成長していくと。うん。三石、チェンジアップ 6？ これあれか、初勝利で上がったのかな？わ、すごい。あ、多分そうだな。いや、これ一気に来るんじゃない？ちょっと6月の頭で一旦止めようか。2勝1敗で、エビサはノリノリ。ただここ2連敗。ああ、いいね。エビサはこれワンチャンス覚醒があるんで、ここはじゃあ、あ、ん？あ、これ月間 MVP 未練勝ったってことか。まあいいや。この辺まで進めちゃおう。広島戦に3立て食らっちまったが、
惜しい試合が多いな。さあどうだ、みんなの成績を一旦確認してヒルタを一回戻すか。ショーツ勝てないね。木村行きましょう。三石一勝一敗。まあ米川もどうなんだろうな。あ、原田いいんじゃない。ああ海老沢も。これやっぱピッチャーの中継ぎで勝ってる感があるね。で森越が8本、広上2割8分6厘2本、安打数で言うと次100だからもうちょっと後やな。ここはもうちょっと我慢の展開が続くかな。うん、まあ相馬2割4分台だけどどうだろうね。まあ北にも調子をちょっと落としてるし、まあそういうところで溝口が行くっていうのも一個手だけど、そうだな、中郷牧谷が今一つ成績をね微妙に残しきれてないんで、まあちょっと一旦ここ牧谷と溝口変えます。でまあセカンドは笹森でいいと思うけどな。まああとは曽我部をちょっと、そうか、使うか一回ここで。まあ入れ替えながらやっていきましょう。はい、じゃあもうちょっと交流戦終了まで。勝ち勝ち負け負け。お、大八木ノリノリはちょっとでかい。そして西口能力判明きた。西口の能力判明きましたよ。見てみよう。はい、あー、まあ、あ、でもタイストレート丸こじんまりとしてるとは思うけど、いやでも広角打法タイストレート丸だったら全然いいね。特殊能力が強いな。はい、じゃあ西口パワーヒット覚えさせます。であとスカワが玉持ち覚えたので、何にもないな。じゃあコントロール上げようか。さあここまではどうだ。まあ一旦そうだな、木村と小松原変えて、あ、腰のも出してあげないとな。米川一回下がろうか。はい、もう少しだけ進めます。まあこっから狙うのはこのソフトバンクっていうか、なんていうの、4位の位置。まあ日ハムは分かったんで、毎年日ハムと再開争いしても、上を目指していかないといけないんで、まあそこをどうにかして4位っていうところを狙って。あー、曽我部怪我してるな。ちょっと一回落とすか。あー、でごめん、大八木を出さないといけなかった。まあ溝口打ってるんで、ここは大八木にライトをやって、ライトじゃないか、レフトでいっか。まあノリノリの選手はもう問答無用で使っていいと思うんで、でセカンド笹森で行ってもらいましょう。はい、もう少しだけ進める。起きた、大八木覚醒。さあこういうのがあると、いやっと一気になんか見れる数字。あれ、ミートが良くなったな、だいぶ。しかも、あー、でもこれ3つしかないのか。いや、本当にミート次第だな。っていうか、特殊能力強えな。晩食のレーザービームがあって、ラインドライブ窮地。これさ、レーザービームトリオできるよ。なんなら。すごいな。本当に日ハムの外野みたいになってきてる。
肩強い守備力高い外野陣、まあ、大八木そんなに守備力いいとは言えないけど、いやでもこれマジでいいな。でまあ現状で言うと溝口がヒット打ってるんで、ちょっと牧田に申し訳ないけどっていうところかな。広上がわりかしいい活躍してくれてるんで、そうだな、森越もなんか今一つな感じもするし、はい、ちょっと中継ぎの方見てなかったんですけど、海老沢は全然いい成績だけど、滋賀とかあと、まあ、ゼフ長のメンバーがいるんで、あー倉持ノリノリだった、この辺忘れないように使ってあげたいけど、まあ、原田は一回残しとくか。いや中継ぎめっちゃ強くなってんな。うん、いやなんとかこれね、そうロッテとかに勝ちたいんだよな。そう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 、ロッテに勝つ、そうロッテに勝つ、オッケー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 、ロッテに勝つの大事、そして今日ハムに勝つのも大事。さあ加納が怪我をしてしまったけど、まあ、ここは残しでいっかな。広上めっちゃ打ってる。で大八木がやべえ、大八木バカみたいに打ってるよ、すごい。これもう一回覚醒もあるんじゃないの、下手したら。でまあやっぱ先発投手がうちは弱いのかな。うーん、まあちょっと3勝7敗とか安定感があまりない。ただ中継ぎはめっちゃいいんだよね。ああ川島もこれ能力判明したけどめっちゃ強えな。まあこの守備力があるからか、なんかすごいね、守備型のいい選手に見えるけど、まあどっちかっていうとあれか、牛尾と被るところはあるか。はい、ちょっと広上もねいい感じに打ってるんで、そろそろそうだね、82安打だから、まあ、前半終わる頃にはあもう終わるかね、100安打今シーズン間違いなくいくと思うんで、さあ連勝が続いている、いいね。大八木のノリノリが終了。ただやっぱり先発陣が戻ってきた感はある。そうだね、まあ木村は微妙だったけど、うーん、あショーツ能力判明してる、まあ、強いな、これは強いでしょ、これ。いやでも1年目ってあんま勝てない気がするから、ショーツじゃなくて馬場行こうか。いやもう中継ぎはもうほとんど文句ないんだよね。うん、いや全然文句ない。広上がむしろ3割打ってるんだよね、これすげえな。で大八木は7本打って4割だけど怪我したのか、なるほど。まあ、この辺からちょっと調子落ちてくると思うんで、まあ、溝口も2割5分切ったら変えるぐらいでもいいんじゃないかな。え、そしたらもうちょっと、前半戦終了まで一旦飛ばして、牧田に5戦出す。OKOKOK。全然勝ってるな。ただ20ゲーム差、首位とは。さあ前半で借金が15、まあちょっと多いは多いけど、まだ下手したら3位のオリックスと10ゲーム以内なんで、まだまだ可能性としてはゼロではない。はい、じゃあ後半戦行きましょうか。ちょっとあれか、ここでローテーションを調整できるんで、三石先頭にして、まあそうか、越野も一回復活させたいな。で馬場北沢みたいな感じで、
いや、中継ぎマジで、この須川と、小瀬村。この二人本当にいいわ。めっちゃいい活躍してくれてる。まずは8月頭まで。ロッテに、いや、ロッテには勝ち越したいんだよな。負け越しじゃダメだ。お、大八木。頑張ったけど月間 MVP まではいかなかった。じゃあもうちょっと進めますよ。勝ち。この辺からマジで一試合一試合大事になってくるでね。うん、緩急丸誰か覚えた。まあ後ろの日ハムもそんなに離れてるわけじゃないんで、最下位にはならないようにやっていきたいね。塩崎まだ他の特のリリース丸行こうか。三石が玉持ち、倉持ちが、変化球強化いっとくか。うん、はい。いやー、ちょっとここマジでまだね、4位とか狙えると思うんで頑張ってほしいな。とにかく、そう、勝ち越さないといけないんだよな。今ちょっと負け越しちゃったな。あ、広上ミートシーになった。いよいよ来たぞ。これね。だ、次150安打だから。いや、これも、DH レギュラー。あ、てか待って、パワー練習しようぜ。はい、広上パワー練習いきます。いや、もう DH で、なんかずっと使えそうな気するけどな。うん、あと溝口もちゃんと打ってるし。まあ、大八木のところここ変えようか。まあ、こうか。ライト、牧谷で、一旦、セカンド、ソガベ使っとくか。ここは。まあ、これでいっかな。広上、一番でもいいけどね。こうするか。一番 DH。そうね。まあ、だから、あと足りないのはホームランなんだよな。いかにホームランバッターを育成できるかっていうのも、ある気がするな。いやー、接戦を、ものにできない。そして日ハムが迫ってきた。最下位にはなりたくない。さあ、先発陣もどうだ？まあ、ぼちぼち、勝ってきてはいるけど、やっぱりエースっていうのがいないな。この蛭田に頑張ってもらおうか。もう一回ね。いや、まあ、中継ぎは全然文句ないんで。あとは野手、かな。相馬が3割打ってる。それから、広上2割8分1厘。加納が2割6分5厘。ヒビロンが20本打ってる。森越が21本。まあ、あの2人30本打ってほしいな。牧谷は2割5分。まあ、そうね。牧谷ももうちょっと打てると思うけどな。はい、とりあえず9月頭です。月間 MVP は、お、森越が月間 MVP 獲得。いやー、マジこっから勝負だな。そうね、動き方によっては最下位にもなるし、4位にもなれるという可能性を秘めているんで、大事、ここ。マジで大事。いやー、4ゲーム差だよな、後ろと。で、上は 14.5 と23で8。9ゲームぐらい。ちょっと遠いな。まあ、日ハム戦は負けれんよね、これ。日ハム、あ、西口ノリノリ。ごめん、これ使うわ。これちょっと気合い入れて使いたいな。
ちょうど、まあ、牧谷調子悪いんで、まあ、レフトの日々のライトに置いて、まあ、これでいっか。はい。まあ、キャッチャーは1年固定させてるけど、まあ、ゴールデングラブ取れたら嬉しいよな。まあ、なかなか難しいとは思うけど。で、中継ぎちょっと変えるか。例えば、オーガとか出してあげるか。福留も一回変えようか。岡山出して、エビサは、室井くん出してみるか。はい。まあでも、戦えるっていうところには来てるんで、西口を使う。で、直接対決に負けたけど、ロッテには勝ったと。まあ、ソフトバンクが強いんだよな。で、ここのエスコン大事だな。ああ、でも勝った、ソフトバンクに。いや、ここマジで大事だ。残り8試合。まあ、また5位なのかな。完全に広上は育て上げたけど、っていう感じになってるもんね。いや、どうしよう、ここだけ見る？この日ハム戦見ようか。で、エース、蛭田。出番設定は、じゃあまあ、西口にしてみようか。せっかくノリノリなんで。ここで爆上がりし、ね、能力上がってくれんかな。いやー、まあ今シーズンも結局、日ハムとの直接対決になってるけど、西口第一打席。いや、せっかくノリノリならね。いや、ダブルプレイ。きちいな。そして1点取られた。2点。苦しいね。さあ、ストレートにも強いからね。ここはしっかり見ていって、次のボールを叩いていく。素晴らしい。西口の第5号。いいね。これパワー上がるんじゃないかな。そして3対2となって、西口の第3打席。ここ連発いこうぜ。連発で。惜しい。ストレートに強いからね。まあ北山もいいストレートは持っていると思うけど、ここはね、西口のパワーで惜しい。これ今通算で5本打ってるんで、いや、いいストレート。いや、追いついた。これ通算で5本打ってるから、あの、上がるんですよ、潜在能力が。ここはセカンドゴロ。いやー、ダメか。まだわからん、まだわからん。ピッチャー変わってるし、これチャンスあるぞ。軽い球、抜け球でしょ。いや、西口ここだ。ここで打ってくれ。よし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 。じゃあこれは、これはちょっと見ましょうか。せっかくなら、せっかくなら曽我部見よう。チャンスで3割っていうハイアベレージを残しているんで。で、外野前進でしょ。外野の頭越えようぜ。お、満塁のチャンス。そして中郷、チャンスにはあんま強くないけど、ここで打ったここで満塁弾が出た中郷。いいね、捉えてくれた。はい。中郷4打点満塁ホームラン。
うわ、なんかホームランめっちゃ出てる。日々の30本は無理だったかな、でも。まあ、これでなんとか、ああ、そうだね。西口、これパワー B になりましたと。そうか。もともとの数字はじゃあ全然違ったもんな。まあ、終了まで行こうか。はい。ってことで、最終的には、また5位と。2年連続で5位という結果になりました。じゃあ、次回こっからやっていきます。オフシーズンを、まあ、次回はやります。というところで、今回は以上です。あ、でも59勝?ちょっとまあさすがに最後ここ見ようか。あ、そうそうそう。3割バッターが出たんだよね。多分初めてじゃない?相馬。松木も昨シーズンは規定乗ってないもんね、多分。うわ、森越2割9分3厘、26本。わ、すごいいいじゃん。相馬が3割打って185安打でしょ。最多安打取ったじゃん。いいね。素晴らしい。で、カノは2割6分4厘。もうちょっと打ってほしいよな。で、ホームラン争いで行くと、まあ、40本打ってるやつがいると。うちは日々の森越。それ以外が全くいない。まあ、笹森ぐらいか。まあ、そんなとこかな。だから、ホームランっていうところが、いないんだよな、うちは。まあ、ちょっとここ次回見ようか。はい、ここで入れるのもあれなんで。じゃあ、また次回です。お疲れ様でした。